レオン師匠の二つリボリーレオン師匠こんにちは。こんにちは今日のお題はですね、うん。多分アングラーの方であれば、誰しも一度は悩むテーマのご相談になります。ズバリですね、寝がかりで悩んでいるのですが、レオン三流の解決方法があったら教えてくださいです。あ 一度はじゃないね。百度も千度も悩むじゃない。<laughs> そうですね。まあ、えー、ある意味永遠のテーマとも言えるかもしれないですね。永遠のテーマだね。根がかりで悩んでるんですが、解決方法。うん。あのー、割合具体的に。ありますね。根がかり回避。お<ー>うん、じゃあ、まず、一番簡単なところからお話すると。 まずね考えなきゃならないのはどういうメカニズムで根掛か,かりしてるのかってことなのね。うんうん、まあこの方の質問はどのルアーでっていうことが書いてないのではいそのルアーによるけれどえー、っとライトリグのジグヘッドで根掛か,かりしてるのか例えば、うん、そうね分かりやすいところで言うとエギとか、はい、メタルマルとか。うん で根掛かりする場合の回避方法とか全然違うんだよね全部。うん。前提ですがね。でも共通してわかりやすいところがあるとすると根掛かりってことはそこを取ってるからじゃん。はい。ボトムにルアーをつけてるから根掛かりするんだよね。うん。つけなきゃしないもんね。そうですね。とボトムのアンジュレーションというかマテリアルとかで全然違うよね。うん。そうです、ね。サーフじゃ根掛かりしないんで。うん。 うん、そうするとこういうご質問の方のねほとんどの方がやっぱり根をしっかり取らないと釣りができないジャンルの釣りをしてるってことだよね。うんで多くはこれおかっぱりの話だろうと思うのね、はいうん。まあボートも入ってくるだろうから後で船からの話もするんですけど。 基本はボトムを完全に一度はきっちり取るあるいは毎回ボトムを取る、えー、ようなスタイルの釣りにおいてなぜ根掛か,かりするのかでとりわけ堤防からとか、ね、おかっぱりから投げて根掛か,かりする方の、ね、多くの、ね、理由はねそこを引きずってんだよお<ー>ルアーで、はいうん、これはね分かりやすく実例でちょっとお話しすると あのかつて僕が最近ここコロナになってからあのくじけちゃったみたいで <laughs> ほとんど釣りに行かな、ね、い一緒に行かなくなったんだけどあのふぐみ女子というはい、はい、ふぐみちゃんというおば様がいましてもう古くからのお付き合いでよく一緒に釣り行ってたんですけどえっとね「メタルマル」発売直後ぐらいの根がか,かり事件が僕の中に非常に印象的に残ってて。お 4人で釣りに行って、で、僕のすぐ右横にふぐみさんがいて、はい、で同じ19グラムぐらいのメタル丸をぴょっと投げたわけですよ。はい。もうほぼ同時ぐらいね。で、着底してから僕はサクサク釣りをするんだけど、ふぐみさんは1頭目の最初の着底でいきなり根がかり。おー。<laughs> で。悲しいですね。 そ,うそうあそこには何かがあるなと思ったの僕はあの何かっていうのはその落ちた先に根、うん、がか,かりする何かがいっぱい転がってるのかなとまず認識したわけね。え 2>,、はい、2投目もねいきなり根掛か,かりしたんですよ。お<ー>同じとこへ投げて。はい、つまりなくしたわけ立て続けでメタルマラ2つ。2> <laughs> でそれはまずいと思って僕が立ってた立ち位置とその2投目で変わってあげたの。 はいこ,らこっち連の左よこっち根掛かりしないからっつってうんそしたら僕がそこですでに5頭ぐらい投げてたのに5頭じゃ効かないな彼女が2個投げてなくしてる間に僕は10頭ぐらい投げてる、ねはいですでに魚屋1匹釣ってるわけなんですけど代わってあげたのよ代、うん、わってあげたのに根掛か,かりするんだよ一発おほほほ。もうね天才 <laughs> <laughs> 僕はじっと投げても根掛か,かりしないのに一発で刺すんだよ変わってあげても。で、うん、彼女が2個なくした位置飛距離も揃えて何があるのかなと思ってあえてそこへ投げてみたけど根掛か,かりしないわけ僕は。おなるほど。それはねなぜ僕の中に強く記憶に残ってるかというとあのはっきり言ってちょっとした。 所作の差でそんだけ違うんだよね、根がか,かりするかしないかは。うん、これはものすごく、なんだろうな、こ今後のために大きな一つの,あの現象だなと思って、なんで彼女が根がか,かりするのか、つぶさにこう観察して見たのね。はい、そしたらね、分かったことは、投げてるのはメタル丸です。はい。 フフロントフックもリアフックもついてます、うん、でリアフックはブレメタル丸の前はブレードというカップの中にダブルフックがついてます。はい、だからほとんど後ろは根掛かりしないんだよねブレードが邪魔して。多く、うん、はフロントフックが噛んでるわけねボトムの何かに。で僕は噛まないのになんで彼女はそれを中からさせるのか見てたのね。はい、引きずってんだよ。<laughs> なるほど。 もっと分かりやすく言うと、投げました、メタルまでずーっと沈んでいきます、着底します、はい着底した後まだ待ってるんだよ。うんまだ待ってるとどうなる糸が。糸が張っちゃいますね。流れに押される、うん、風に押されて、多くは P ラインだから、最近は。うん、P だと えー、低いライナーで早く着水すればラインは割とまっすぐこう沈んでくれるけど、うん、テンプラショットね、はい、こういう放物線の大きなテンプラショットで投げて着水したらここの P ラインはふわーっと風に流されるから R がついてるよね着水点、はい、こう、うん、この状態でメタル丸がボトムまで沈んでいくよね、うん、で着底しましたそしたら彼女は何をするかって言ったらまずこの 大きな、R、の糸ふけ取るわけけです、はい、糸ふけ取ると沈んでるメタルまでにこのラインのウォータープレッシャーというか水の中に入ってるじゃな、はいそれがこう R 描いてるものがまっすぐになろうとすると、うん、当然ウォータープレッシャー分ルアーが動いちゃうんだよラインスラックを取ってるだけのつもりなんだ本人は。 だけど実際は水圧がかかってるから糸に、うん、ちょっとでも動いちゃうんだよボトムについてるルアーが、うん、でそこにある何かにガチャッと引っかかっちゃうあなるほど、うん、これが原因だっていうのがねその日本当に明確に分かったその日は、うん、まっすぐ正面向かって投げるたものに対して右から左に風が吹いててうんでもう一回言いますよ僕は 風吹いてんなと思うからライナーで投げてんだけど彼女は天ぷらショットの、うん、これがまず原因だよね。うん、でしかもそのラインスラック取る時にルアーまで動くという観念がないわけ、うん、だからラインスラック取って糸をピンと張った時にはもうかかっちゃってるから根がかりし,し,しにいってるわけ自分から。<laughs> なるほどフッキングなっちゃってるんですね。そうフッキングさせにってるわけ。ここ重要なののね質問者の方よく 理解して例えば、目、えー、がかりをさせない人が何やってるかというと、えー、糸がこういうふうにはらみやすいときはできるだけライナーで投げてます。まず、うん、それからルアーが沈む間にフェザリングやってます。はい。えーっと、ちょっと待ってね、リール持ってくるから。えー、フェザリングが何かというとね、リール持ってきてます。 スプール開けます。糸を取ります。はい、ね。この状態で投げます。投げた後。スプールエッジにね、必ず指を当てたんだよね。うん。大体上手な人はね、ベテランさんたちは。で。この。トルントルントルンと糸が出ていくよね。はい。この。ここでフェザリングすることによって、まず空中に出たピーラインが。風とか潮に流されて、ふわーっと膨らむことを。 一定量防げるわけこれが一つと投げたで投げて空中飛んでる間でも軽くフェザリングする人が多いですベテランは。うん、話してないですよ。両方と投げっぱじゃないからね。軽くフェザリングしとけばこうフライヤーなんていうのかなフライヤーにもなりにくくて糸が低く出やすくなるよね、うん。着水してからもずっとフェザリングしてるわけです。 はい、でルアーがメタルだったらどんどん沈んでいくからプルン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 糸が出ていく出ていってこれがプルンって出なくなった瞬間が着底でしょはい着底がまだいち早く分かる、うんえー、フェザリングしない人がどうなってるかっったら開けたまんまで糸がプル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 出ていくのをじっと見てるよねで、はい、糸が出なくなったからあ着底したなと思ってるけど 多くの場合それ着底から何秒か過ぎた状態なんだよね。うんうん、ルアーはそこへ着底してるのにまだ糸が出ていってるんだよ。うん、でもフェザリングしてれば着底した瞬間が分かりやすい。ウェ、うん、イトヒールでいうとこのス,スプールを軽く押さえてこっちは親指でやるからサミングっていうんだけど軽くすらせておくとツル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 。 スプールが回っていってるのがピタッと止まった瞬間が着底、うん、この着底の瞬間をいかにきちっとフェザリングやサンミングで捉えるかっていうところがものすごく重要ここまでねまず一つははい、はい、じゃあ着底してからどうなのかって言ったら着底してんのにリーリングで糸を張ろうとするのうん ネ掛か,かりする人が、うん、これはねエギングでも全くコツ一緒。エギングをやる方でエギングを始めた当初めちゃくちゃエギをなロストした経験みんな持ってると思うんです。はい。これはジグよりもエギの方が引っかかりやすい。うん、なぜでしょう。エギはね浮力があるから。おお<ー>。軽いんだよジグよりは。はい。顎に重りついてるけど。 後ろ軽いからフラフラしてるよね。うん。で着底してる糸は緩んでるこの糸をたるみを取って張りに行くよね。回して。うん。うん、だからエギ動いちゃうよね。こう。はい。でカンナがこっと引っかかったんだよね。うん。だからいきなり糸目がからねがかりそのメタル丸でもエギでもほぼ一緒なんだけど、うん、エギの方がよりそうなりやすいってのを覚えておいて。ではい どっちも同じなんだけど、根がか,かりさせない人っていうのは、まず糸のたるみを出さないように、えー、スプールエッジを抑えたりするわけね、フェザリングさ、どっちかで。うん、で、着底した直後の動作なんだけど、根がか,かりさせない人はね、着底からラインスラックを取るときに、リールを巻かない、あるいは巻きすぎないんです。うん、本当に空中のスラックを軽く取るぐらい。 うん、でそこから何してるかしたら煽るんだようん。ロット操作に行くわけですね。そう。多くの人はリール巻いちゃうから引っかかっと、うん、リグの存在感が左手で得られるまで巻くでしょ。うん、スラック取るのに。はい、でキュッと重みかかった時にあっと思うんだけどその時は根掛かりしてる時だから <laughs>。うんう,ん、うん、こうサーモンでフッと持ち上げてやると特に P ラインってほらあの。 竿がついいてるるとところでクッと下るじゃなが竿があったら糸が出てて海面をずっと伝っていってルアーのところでヒュッと下がるからこういうラインになってるよね。はい、でここで竿をポンとあおってやるとこの糸って動いてくれて最後のところでヒュッとこうルアーの重みで落ち込んでるこの軌道に沿ってルアーはフッと持ち上がるんですよ。 うん、エギエギは特にそうだからエギングがラインスラック出したままサクくるのはなぜかっつったらその位置で真上に向かって跳ね上がってくれるからその水中にある PE ラインの軌道に沿って跳ね上がってくれるこれがナイロンとかフロールでやるとサクくるとエギは前にいっちゃうんだ、うん、ところが PE でやると上に上がる、うんうん、これが別にエギじゃなくても メタルジグメタル丸なんかでも一緒で最初の動作でまずこう竿のロットワークでフッと持ち上げてやって巻くんです。うんこれが大きい。うん、なるほど。そこを引きずらないってこと。<laughs> 一番重要なのは。あとはねフックシステムロケーションに合わせたフックシステムが必要ですよってことだよね。例えばこれはトップウォータープラグです。 だからトレブルフックが前と後ろ2つぶら下がっててもトップウォーターですから根がかりしないです。はい、ウィードがあれば引っかかるぐらいでそこには引っかかんないです。うん、じゃあこういうジグはって。うんうんうん。うん。リアにトレブルフックがついてフロントにアシストフックでこうダブルのツインフックついてますね。はい。これをさ根がガチャガチャのところに丘から投げて 引きずったらもう一発だよね、うん、だからこういうフックシステムはオフショーでボートでバーチカルに上から下へ下ろしてするような時しかこのシステムはよろしくないよね。うん、当たり前だよね。うん、当たり前なようで実はやってない人結構いたりするんだよね。ああなるほど。 堤防からさ5 0百1 0 0ー遠くへ投げるのに前後こういうアシストフックつけてる人もいるのよね。うん、でそこがサーフならいいよ別に。うん、サーフでなおかつ着水と同時にガーッとジャッキングする,ような釣るならいいけどボトムを取る釣りで前後ダブルフックで丘からメタルを投げてる人います。うん、これはもう根掛か,かりしてくださいっていうような問題ね。はい うん、あのうちのモニターさんでも一人いたのよ、あ荒音のところで、そのナッツジグのディープバージョンの100グラムに前後アシストフックつけてあの、すいません、なくしましたとそれはなくなるわなって話でね <laughs> で、当たり前なんだけど、当たり前だと思ってないから、根がかりして,してるのを聞いてみたら。なるほど あらか考,え考えてませんでしたって話になっちゃってるわけ。いやいやいや、考えようよと、うん。で、例えば、謎軸でも、この市販の謎軸っていうのは、丘から荒根のところへ投げて、ボトムを取って釣りをすることを前提に、もう、ブレードが下敷きになるようにフックセットしてあるわけじゃない、市販の。はい。これをわざわざ出かかりやすしやすいアシストフックに。 付け替える人もいるんだけどアシストフックにしても根掛かりをしないボトム形状であるとかマテリアルだったら全然 OK ですけどそれを考えずにやったら確実に根掛か,かりしますからね。うんうん、でなんでこうするのって言ったら釣りたい一心なわけね。うん、<laughs> このブレードに針が2本あるだけじゃ釣れないんじゃないかとその不安感があるから上にもアシストを打とうってことになってるわけですよ。 うんうん、ここがね、あのー、も,うもう少し頑張って考えてほしいなと思うんです。製品でこういう形で出てるってことはこれで釣れるから出てるわけアシストフ打たなくても、うんうん、そこをねもう少し真剣に考えないと確かにこういうやり方もあるけどもこれは例えば船からバーチカルのとしてタチウオを釣る時とか青物を釣る時。 寝がかりを限りなくしにくいロケーションシチュエーションで初めて、えー、いい方向に機能するわけこのフックシステムがね、うん、でも基本はおかっぱりの場合はこれをやるともうルアーをなくす大きな原因になりますよってとこだねうんなるほど、うん、はい、はい、じゃあ次はね、あのー、ジグヘッドリグワームリグで考えてみましょうかはいはいジグヘッドで 何回やっても引っかかるような場所はこれはね今度はウエイトが関係してくるんです。うーん、なるほど。3ムのジグヘッドでめっちゃ根掛か,かりする場所だったら半分の1 5ムにしてみて。はい、うん。格段で根掛か,かりしなくなる。うん。はりする、うん。だからウエイトでもね特にジグヘッドってちっちゃくと重たいじゃない。はい。 ちっちゃくて重たいものへ細い糸がついてたら、うん、太い糸より根がかりしやすいの。うん投げてテンションフォールでもいいしフリーフォールでもいいんだけどちっちゃくて重たいものは岩の隙間にゴロゴロンと入りやすいわけ。うん、で軽いものは糸を引っ張ってるからこの糸の抵抗でこの穴へ落ちなかったりするの。うん重いほど落ち込む。軽いものは落ち込まない。でなおかつ ラインの太さが手伝うここで細いラインほど抵抗が少ないから軽いウエイトでも落ち込みやすいって、うん、でもここ太いラインがついてるとそれだけでも落ち込みにくい、うん、極端なこと言うとリーダーダの太さだけでもく変わってくる、うんうん、細いリーダーじゃないと釣れないって思い込んでる人は例えばアジング・メバリングやるときに 0.85とか太くても1.25ぐらいのリーダーの人よく見ます。はい、で、まあ、アジングは置いといても僕なんかメバリングする時は大体2号リーダー使うんですよ。うん、これで、えー、1 5ム2ム3ムぐらいのジュグエッドでね、底がガチャガチャのところとか敷石のところとか、ボトムを取るような釣りをしたら本当によくわかる。太いリーダーの方が根掛か,かりしにくいです、圧倒的に。うん、それは 物理的に言うとメカニズムで言うともう一回言いますよ細いリーダーの方がウェイトが落ち込むときに引っ張りやすいからつい入っちゃうけど太いリーダーだと糸が邪魔しててて落落ち落ちにくいのかかかけても引っかかっっ止まったりする、うんうん、だからあれと思ったらリーダーを太くしたり 3g で根掛か,かりしたんだったら 2g にしたり 1.5g にすれば根掛、うん、か,かりは格段に減ります。 なるほど、うん。あとね。リーダーの長さも関係してくるのうん,、うん、うん。これはショートリーダーよりロングリーダーの方がまたもう一つ根掛かりしにくくなります。うん、おかっぱりの堤防の釣りの話ね。うん、はいこ、これちょっと工夫工夫してもらったらいいんじゃないかな。うん。あれですね。あの最初のメタル丸の根掛かりのお話も今のジグヘッドのもそうですけど。 そのジグとかリグそのものだけじゃなくて糸がどういうふうになってるのかっていうのをやっぱイメージするのが大事ですね。大事ですね。うん、フロロだと竿の先端から回転に向かってこういうふうな一定の R で落ちていく。P、うん、だと海面に落ちたら横ばいして向こうの方ですっと落ちる。湧く、うん、と当然そういうフロロはフロロの軌道で上がってくるし。 うん、P と Y はーの軌道で上がってくるわけ、ルアーが。はいこういうのがちゃんとイメージできるようになったら、かなり減りますね、それだけでも。あとその、フェザリング、サミング必須ですよっていうのも大きい。<laughs> そうですね。めちゃくちゃ大きい。糸の,の無駄な出を止めるっていう、うん、まあ糸の管理の方法ということですそね。 ラインメンディングがちゃんとできてないっていうのはもう大きく根がかりの原因になるってことだよね。うん、いくつかの要素を組み合わせて根がか,かりは格段に減ってきます、うん、あとはねリグ、リグそのものを変えちゃうっていう点もあるよね。どうも、うん、あのいっくら上手になってもね、毎回根がか,かりするような場所もあるのよね。うん、そういう時に、やっぱ圧倒的にその便利なリグはね、ダウンショットリグ。 はい、うん、これはエサズルで言うとこの銅付き仕掛け。うん重りが一番下にあって上に針が枝枝針がついてる。これは針が上に浮いてるから高確率で中からしないよね。ううん、うん、そでですねで銅付き仕掛けっったらほら餌つけて下に重りがあってまっすぐ落として上下に揺するかこうピタッと止めたまって当たりますよね。はいでも ででもレアンさんんんルアーっってて巻くんですよって言うじゃん、はい、ダウンショットでリトリーブの釣り普通にできるからね。思い込んでしまっててやらない人が多いんだよね。なんかんダウンショットリグにするともうそれはもうズル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 そこ引っ張るもんだと思い込んじゃってるよねうん、うん。例えばメバルでよくあるんだけどボトムがありますメバルがボトムにいますっていう状態よりも。はい メバルはボトム付近にはいるけど目線より上の餌しか食ってないのが大体メバルの習性なんだよ。うんうん、そこ餌食うために下目線でメバルがウロウロしてるかっったらこれは確率的に非常に少ないの。うん。うん。アジはね時々ある。そこ餌をこうやってスポスポ吸ってることが。はい。でもそのアジですらどうなんだろうね。パーセンテージちょっと分かんないけどもう5割以上がやっぱり。 上から落ちててくるものに対して反応がいいよね、うん、ってことはそこを引きずる必要ないじゃん。そうですね。だったら重りが下でリュグを浮かしとけばいいじゃん。うん。アリュウを。でこれで巻かないと食わないんだったらそこから巻けばいいだけの話って。うん。単純にそんだけなのよ。ジグエット単体巻くのと、うん、ダウンショットで枝張りにワームさせて巻くのとヒット率が。 大きく違うかさねそんなに極端に違わない、うんうん、それはやっぱジグエイト単体の方が操作感もいいしダイレクトに当たりも伝わってくるからどっちが釣れるかって言えばジグタンの方が釣れるんだけどめちゃくちゃ根掛かりする場所だとジグタンじゃない方が結果的に超価も上がるので、うん、そういう時はね,同図記事かねダウンショット推奨しますはいなるほどありがとうございます。はい ダウンショットやったことないという方、視聴者の方がいたら、ぜひ試してみてくださいあと途中でも話したんだけど、あのオフショアの時をどう考えるかなんだけど、オフショアの場合は、そのボトムについたルアーが、おかっぱりよりさらに動きやすいの。だって、船流れてるじゃん。特にあのドテラの釣りっつって、船長がエンジン止めて、 で船をこう潮に乗せて流すとき、はいうん、が一番引っかかるよ、ね、<laughs> うん、そ,うですね、そこへ落としましたこれはまっすぐ落ちちゃってるけど船はどん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 流れていくわけだよね、うん、そうすると糸はもうな斜めにこう巻かなきゃいけないからで糸,糸出してるつもりでもさっき言ったように潮流に乗されて糸がたまんでるからそれが潮流に引っ張られてこれがそこで動いちゃって根がかかりする だから、オフショーでね、あの寝かかりする人を観察したら、やっぱりね、フェザリング、サンミングやってないって。で、うん着手してんのに、まだ巻かないのって、そばで見てて、うわーって思うぐらい巻、巻くのが遅い。なるほどで。いきなり巻いちゃダこう持ち上げてから巻く。<laughs> 容量は一緒。<laughs> だから、丘でも船でも、この辺の容量は一緒ですよっていうのをね、最後に付け加えておきます。うん、ありがとうございます。視聴者の皆さんもの皆 寝がかり問題がこの動画を見たことで少しでも解決されることを願っております <laughs> 視聴者の皆さん他にもレオン師匠に聞いてみたいこととかあったらぜひコメント欄までよろしくお願いしますあと今回の動画が役に立ったよとか面白かったよっていう方がいましたらぜひグッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いしますよろしくお願いしますじゃあレオン師匠今日もありがとうございましたはいまたよろしくお願いします